聞いてください。
シャワーかけないでくださいね。はい、はい、今回3回目を数えて毎回出演させていただいておりますけれども、とりあえずさっき楽屋でですね、あのド M の話になったんですけど、あの基本的には楽器をやる人はあの自分を いじめていじめて ド M だよねっていう話をしたんですけど、なんかすごいかっこいいこと言ってるような気がするけどそうでもないよね。で多分ボーカルさんはド S だよねっていう話をして、なるほど、あのすこぶるあの良い関係で。そうなんです、あの私も割とそうですね、あの普段はちょっと毒舌派な方でかもかもしれないですね。いやあの、北さんは M ですかね。あんまりなんか実際なんか臨機応変っぽい感じが人によってみたいな。あ、両方かもしれない。はい、そんな感じで人合わせてくれてるんだろうなと思って。素敵。北さん素敵。そうなんですよ。素敵メンツなんですよ。そうなんですが。性別もうまく合わせて。ですね。そして、次の曲なんですが、次の曲はですね、ちょっとまあ真面目なお話ですけど、潔さとかあのかっこよさとかそういうあの女の人の、そういうあとそして女心みたいなものを、合わせてテーマにして作ったナンバーになってます。ちょっとあの激しめなナンバー。